どうも、ひーふーみまたです。今日はですね、宮迫が誕生日ということでですね、ちょっと、誕生日プレゼントを渡したいと思いますが、誕生日プレゼントと一緒にですね、手書きの手紙を添えて渡したいということで、ちょっと手紙を書きたいと思います。はい。OK。 手紙を書き終わりましたということで、この手紙とあとプレゼントですね、プレゼントは今から僕ちょっとドンキの方に買いに行きたいと思いますが、そのプレゼントとはですね、なんとですね、私が十数年愛用しているあるものをですね、宮迫に渡したいと思います。それでは、ドンキの方に行ってきます。はい、ということでですね、今、宮迫に渡すプレゼント、買ってまいりました。こちらでーす。さあ、一体この中身は何でしょう。楽しみですね。ということで早速宮迫にその誕生日プレゼントを渡しに行きたいと思います。ということでですね、今堤くんと連絡を取り合いまして、今ねこの宮迫の事務所の玄関の真ん前に来ております。もうこの中に宮迫もいるということを堤くんから聞いてるんで、はい、はい、三股です。こんにちは。お前マジでもうほんまに疲れてんねん。今日大変な一日でしたからね。じゃあほんまに疲れてるし。どうしたんですか。今すぐの俺帰る、これちょっともうちょっとしたら帰る状態やね。あのちょっとね。違うね。これはまあそうか。別にお前の動画ってことこれ。あ、そうです。あの今ちょっと僕一人でいろいろやらせていただいてまして、ちょっと今堤くんに回していただいてて、はい、君たち二人最近人気出てるね。あ、錦戸です。あ、僕宮本さんチャンネル初めてかもですね。あ、そうか。よろしくお願いします。やらせてもらってるんですか。一人でやると当然のことを一人でやるべきやし、ええ、違う、もう絡んでくんなって。いやいや、ちょマジでもうほんまもうちょっと待ってください。もうあの、うん、1年一人で頑張って、はい、いろいろやってまあ、もちろんね。その後に考えよっていうことを言うたでしょ、うん、なんですが、年に一度の誕生日じゃないですか。はいはいはい。なのでちょっと僕もね、なんですか、僕なりにちょっとこの
誕生日プレゼント的なものを。人の誕生日祝ってる場合かお前祝ってる場合ちゃうのお前。なんですが、僕もあの、ね、気持ちとしてね、ちょっとお渡ししたいものとかいろいろ、まあちょっとこんな透けたビニールで持ってくるからね誕生日プレゼント。しかもお店が分かるやつ。あ、これすいません、あのドンキということは確かですが、分かるわ。はい、ちょっと手紙を添えてね、ちょっと、めんどくせえ、はい、ほんまにめんどくせえ、ちょっとすいませんが渡していただきたいなと。これをまた隅か、何がでしょうか。この手引きしてんのは手引きというか、まあ、あのこの時間にいる可能性が高いですってことはお伝えしました。伝えるなってでも接触する、消せお前は連絡先消せお前で今皆さん一人で ね本当に頑張ってらっしゃって、ね、ありがとう。いやプレゼント渡したいってことだったので。なんやねん、ほんで、いやちょっと、はい、まあ、こんな機会もないのでね、何ちょっと手紙を書いてきまして、ね、ベテラン AD のカバンやねん直筆ですか。はい、直筆です。すごい、おすごい、筆ペンで。これ真面目にバミリいっぱい入ってるぞ。ちょっとちょっと、ま、真面目にベテラン AD さん の、うん、いっぱい入ってパンパンのやつ、はい、ですね。やで、はい、何、ちょっとじゃあ手紙をね読ませていただきます。はいはい。宮迫へ、早いものであなたと出会い30年の月日が経ちました。楽しい時も苦しい時も、特に苦しい時、あなたは私に声をかけてくれました。私が今やるべきこと、一日でも早く借金を返済し、またあの頃のような楽しい時間を過ごせるよう精進したいと思います。まあそれと YouTube という新たな希望を与えてくれてありがとう。宮迫が心から笑える三股又蔵になって帰ってきます。三股又蔵より。ね、ちょっとあのごめん、ちょっとジャンプドクターストーン読んで、これ自分の手紙に今うるうるしてるのにジャンプってドクターストーン読んでて、いやじゃあドクターストーン後で見れるから。え、いやだからへえってもう一回は読めんぞこれは。いや、うん、そんな、うん、泣くような要素なかったしもうちょっとあのごめんな、俺まずあの手紙が 2枚しかなかった時点でこれ多分泣くような要素ないなって思ってた。ほんまに泣くような要素なかったし、俺文章力もクソみたいやな。おいせよ、ほんまシンプルで行こうと思ったら、こんなくどくね、行くよりもシンプルでもなんかもっとグッとくるようななんかあるやろ、うん、いいよ、ほんで何くれんねんな。あ、これね、ありがとう。でも誕生日や、何も言うてもな。はい、あの僕十数年愛用してるものなんですよ。あのそれドンキでずっと買ってるんですか。ああ売ってんねん、ドンキ。はい、いいですか。はいはい、これね、はい、ブルガリのアクアっていう僕が十数年愛用してるあの香水なんですけど、はい、まあ多分匂いを嗅げばまたぞうさんやんっていう匂いですよ。なのでたまにこれを身にまとうことによって俺を思い出すし、あいつ元気かなってこの匂いで、ガチでっていうか俺が一緒にいると一緒だからな、俺が体に入ると一緒だから。ガチで気持ち悪い。いや気持ち悪いじゃないよ。違うよ、え、香水なんて俺、うん、ずっと同じのを使ってるから、うんうんうん、他の匂いをつけることはまずないねんけど、ないけどそこはあえて俺だと思って。なんでお前は、うん、なぜ三股又蔵をそばに感じる必要があるの。俺忘れてほしくない。感じたくないんですよ。いやいや感じてください。違う違う違う、本当に感じてください
どうしました、どうしました、宮園さん。はい、いや、俺な、はい、なんか、いろいろ期待したよ。はい、もちろん、あの、高価なものをあなたからもらおうなんて一つも思ってないです。はい、なんか分からんけどな、ちょっとくすってくるようなものをくれんのかなって思ったら、はい、ガチで気持ち悪いもん。気持ち悪いもん。この香水はもうすごくいい香水です。はい、でしょ、ね、で、あの、知ってます僕この匂いは、うん、はい、昔、すごく昔につけてたこともあった。あ、ぜひ。ブルガリのね、はい、アクアですよ、爽やかな、すごくいい香水です。匂いです、いい香水やけど、うん、お前から香水をもらうという行為が気持ち悪いっつって、まあ、そこはすいませんが当分また会えないと思うんで、なんかもっと面白いの持ってこいや。いや、なかったですね、そういう選択は。あの、女性でもさ、うん、男の人から香水もらうってあんまなあ、うん、あの、香水なんかほんま自分の好きなものしかつけへんから。いや、だからそこは週に1回、いや、なんで週に1回三股またそう感じなあかんの。いいじゃん、嫌、うん、だよ。いやいや、本当に嫌なんです。つけて、あいつ元気かなって思ってください。ちょうどこれがなくなった時じゃないかな、会える時って。なくなれへんと思うで。じゃあ、おい、なくなれ、なくさへん。いやいや、週1は使ってくれ。開封されるのかどうか問題よ。いやいやいや、ダメ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 。メルカリってやり方教えて。いや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 、いや、ほんとそれやめて。違う違う、違うねん、ほんとに。ええねんけど。いやいや、ほんとにやめて。開けんな、開けんな。なんで開けんで。いやいやいや、開けていいじゃん、メルカリじゃん。レシート貸せ。いやいやいや、ダメだって。ほんとに。ちょっと。誕生日プレゼントのレシート貸せって。開けんで。いやいや、開けて、シュで俺帰るわ。せえへん、せえへん。いや、なんでせえへん。自分の匂いがあるか、俺は。うわ、なんだろう、これ。なんだこれ。せえ、マジなやつじゃん。だから自分の匂い、俺はランバン、うん、ランバンの香水しかつけないから。いやいや、そう、それは分かる。めちゃめちゃいい匂いですよね。いい匂いする、本当に、宮坂さん。これもいい匂いと思うよ。いや、いい匂いだって、これも。俺だから。あ、分かってるよ。三股さんやって思うから。三股さんと思いたくないねん。マイナスプレゼン、ね、ブルガリに謝れ。いや、すみません。それに関して謝りますが。謝っちゃった。本当に、あの、頼むよ。怖えな。ほんまに、なんか、たまにほら、あの、香水がね、自分の香水がなくなった時に、うん、あ、何もないって思った時につけるかも。週一だよ。週一頼む。土曜日って決めよ。なんでなんで？俺も、あ、土曜日今頃宮迫香水つけてるなって、お互いなんか。なんで51のおっさんが53のおっさんのことを思わなあかんねん。思えよ。思わへんわ。思えよ。いや、マジだよ、帰れや。頼むぞ。何を頼むねん。使わせてくれな、二人。あ、はい。じゃあ、宮迫、いいんだな、帰っていいんだな、今日は。あ、もう今日はじゃなくて、もう本当にもう、ずっと帰ってください。じゃあ、今日のところはこれで帰ります。もう二度と来ないでください。いや、来ますよ。いや、ほんと、皆さん、本当に。いや、本当に。宮迫、使ってくれな。俺嫌だぞ、メルカリとかそういう変なオチ。メルカリ、そんなオチも、もう渡して、もう帰ってもらえてもらって。じゃあ、そういうことで、皆さん、お疲れ様でした。二度と来んなよ。宮迫、おめでとう。ありがとう。おい、2キロぐらい塩巻いとけ。おいおい、来んなよ、二度と。じゃあね。おめでとう。ありがとう、それはありがとうございます。はい、ありがとうございます。ああ、渡した、渡しました。